ゆうきちゃん一番、こんばんは。今日はお疲れさん。まるさん、バラ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 。まるさん、ありがとう。さくらさん、こんばんは。ん？あれ？さくらさんおらんかったかいな。あら？さくらさん！お疲れ様です。ゆうきちゃん、車どうなった？帰ってきた？当て逃げ。当て逃げベルファイア。あ、来た！さくらさん、バラ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 。さくらさん！いらっしゃい。熱中症かかりました。忙しいな、ゆきちゃん。もう水分取ろう。カカロットちゃん、こんばんは。いらっしゃい。お疲れ様です。さくらさん、お疲れ様です。帰ってきた。お帰り。けいちゃんもいらっしゃい。 RX7FC のりさん、こんばんは。コメントありがとうございます。そう、今日は車検の話をどんどんする。けいちゃん、ありがとう。いらっしゃい。そう、あれ？あれ？あれ、私どこ行ったかな？ゆうちゃん来たよ。けいちゃん、いらっしゃい。車検の話をしたい。ライト。うん。なんかな、探したよ。ありがとう、ゆきちゃん。私、あれからいろんな方がね、連絡くださったりとかして、南條さん、いらっしゃい。お疲れ。なんかね、なんか海外とかのやつにせんならんと、もうなんかないかもねみたいな感じらしい。さなちゃん、いらっしゃい。あのな、 LED ライト探しとるの。さなちゃん、ないわ。また見つけたら言って。さなちゃん、 LED ライトね。なんか海外じゃないとないかもねって言われて、なるほどなってなりました。なんのセブンのさ、ヘッドライトのさ、ヘッドライトのな、電球、これが入ってたん。これが発火しないか。そうなん、ゆうきちゃん。だからな、もうその発火するリスク抱えながら海外製を行くかぐらいじゃないと、短いその明るい LED はもうないんやと。テレサさん、いらっしゃい。お疲れ様です。セブン元気ですか。木下さん、いらっしゃいます。元気です。めっちゃ元気。キクリン、こんばんは。じゃーん、お片付けするわ。そうだから、ちょっとかゆっくり探しますね。テレサさん、お疲れさん。ちょっとなんか、なんかネズミか、ネズミの収納の仕方。ライト見せて。だってスケコマちゃん、いらっしゃい。こんばんは。こうか、ライト、これか。こう、これね、こうね。そう、ラーちゃん、いらっしゃい。お疲れさん。僕の赤外車、佐賀の LED だよ。だって、あのな、形が独特な、ほんでショートじゃないとあかんの。さなちゃん、 H3のショートで、このな、刀みたいな形になっとかなあかんのよ。ここがほら見て、さなちゃんね、こういう USB みたいな形で、ここが細くないとダメな。ここの下がデカミザワはダメ。 USB 部分丸くなってな、なる、なってる、なってる。ほら、ここが、ほら、ゆきちゃん、ここが丸いな。エイジさん、初見です。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、こんばんは。RX7 が好きです。よかったら仲良くしてください。きょんないちゃん、固まったままな。あ、私固まってるんや。けいちゃん、ごめん。あら、私固まってるんや。ならいいのあったよ。だってけいちゃん、私固まってた。一回出て、もう一回入ってみて。固まってるみたい。そう。カイトちゃん、いらっしゃい。今日もありがとう。ともちゃんも、お疲れさん。ベニステンシ、美味しかった。そう。ムハちゃん、H3C かな。H3 です。さあ、ルハちゃん。マサちゃん、いらっしゃい。セブンなり、いらっしゃい。そう。ルハちゃんも、スチームなり、いらっしゃい。テラちゃん、やってる。よっしゃ。テラちゃん、やってるわ。今日はテラちゃん元気や。よっしゃ。それでは喋ろう。テラちゃん、何飲んでるんですか。エイジさん、頑張れ。ありがとうございます。嬉しい。やった、やった。フロントフェンダー、素人でも交換できると思いますか。
いや、よし、その話をじゃあしようか。私、いや、ちょっとその皆さんは力が強いから、あの、力が強しき、手のスパンが長いですか、力持ちですか。そのね、フェンダー外すのはね、正直ね、2人いた方がやりやすいんかなって私は思ったん。っていうのは、右とか左とかにネジがついとるやんね。あ、タイヤのこうなってるところの側みたいなのをペリンって外すかなんかで、なんか留め具を外すみたいな感じで、いっぱい止まってるじゃんね、あのフェンダーって。色いっぱいのネジで止まってる気がします。あ、車種わからんけどね、多分ね。そしたらこっちから右から外すとかしとくとね、右からこうおって落ちてくる、なんていうの、ネジがおらんくなったから、なんかネジ外したけどちょっと誰が持っといて、反対側ネジ外すしっていう感じになる気がする。あとフェンダーを外したらセブンの場ん、それをねちょっとね置くとこ作ってからした方がいいと思うよ。外す前に、あの、外したのをね置くとこがない、普通は。だからなんか毛布敷くとか布敷くとか、なんかこう、なんか優しい洗濯物干し2本みたいな感じの上にポリンって置くとか、なんかねフェンダーを置く場所をねまずね確保してやらんとね、外れたって両手で持ってしまっとる状態やとね、もう何もできんの。だからな、2人がかりやとちょっと外れたやつ持っといての係になるん、私がいつもっていうかなれるん。ほんでその間に置くとこ段取りできたりするじゃん。だからダンベルありがとうキクリン、それよ、ダンベル、あのフェンダーダンベルありがとうキクリン、もうおいおいだ、フェンダーダンベル元気やで。そうだから、アキちゃんにね、なんかフェンダー外すのを、ね、手伝ってって言われたことありますわ。フェンダーダンベルだから、フェンダーつでワンチャン外れても今度つけるのも大変なん。つけるとね、ちょっと押さえといてって、あのネジの穴合わせてちょっと押さえといて誰かっていう感じな。そしたらネジをじこじこ、ほら仮止めじゃないけどちょっと入れていけるじゃん、端からとか真ん中からとかでも。ただ一人だとかまして、この仮面をねかましたら、なんて言うんだろう、うまく伝われ、かますとそのネジをこう入れていきたいのに、ちょっと持っといてくれる人がいるといいと思う。で、私は素人だからですし思いました。だから自分一人ではちょっと難しいなと思いました。お手手のスパンも違うし、車の大きさも違うから、セブンはね私の体に対しては横幅がまあ広いなと思いましたね。そう、無理やと思いました。ちょっとしんどいなと思いました。そういう感じで参考になるかな。私は超できない人なんで、あの、こういう風に思いながら見てましたわ。そう、外すのはワンチャンいけても、つけるのも大変そうかなって思いました。セブンの LED あるん、ともちゃん。ほんと H さん、そう、ちょっと待ってな、コメント渋滞。こんにちは、ギャバジージです。ギャバジージさんいらっしゃいませ、コメントありがとうございます。川上ちゃんいらっしゃい。川上ちゃん、宿題どこまで行ったやって言っとくわ。もう、まあ、めんどくさいな、もう勉強めんどくさいわ。こんばんは。昨日ライブ見ながら寝ちゃいました。あ、寝落ち配信がめっちゃ嬉しい。あの、寝落ちが一番嬉しいです。なんかあっちこっちされるよりずーっと聞きながら寝てくれる方が私は嬉しいです。南條さんありがとう。ケイちゃん大好き。私もです。ありがとう。動いてますか、私。ケイちゃん動いてる。まさちゃんこんばんは。こんばんは。アレックス7乗ってるなんて憧れる。だってレンさん。とんでもない。でも私も憧れました。パンダー、エイジさんありがとう。憧れました、もう憧れ続けましたわ、本当に恋焦がれましたよ。そう、あーたーって言ってる。ん、どうした、ゆうきちゃん。ベニ天使美味しかったし、冷やしバージョンも作りましたよ。お疲れさん。ともちゃんな、私の美味しいっていうのは結構信憑性あるのって言っとくね。そう、トカメさん、僕も車のゲームで RX 使ってるけど RX7 好き。ありがとう。色を黒にしてください。僕も7好きなんですよ。だって、そうなんですね、レンさん。いや、ほんと最高やと思います。素敵だと思います。 FC でも RX8 でもない、 FD が好きです。そう、1900円、おー、安いけど大丈夫そう、ゆうきちゃん。お疲れ様。ゆうらしちゃん久しぶり、ただいま帰ってきたよ。そう、LA さん、セブン街乗りだったらあんまり壊れませんか。
いやどうでしょうね、それは一概に言えんと思います。っていうのはそのセブンのセッティングによるかな。私はこう街乗り仕様のセッティングに近づけていってるから、でもそれでもやっぱもっと引っ張ってあげんとあかんなっていう感じはありますね。セブンが被るだから街乗りしときゃ壊れんとか、さそうだな、ちょっとスポーティーに乗ったら壊れるとかではないかな。そのなんかセッティングによると思います、セブンのね。あのなんていうかな、あんまり信号が多いとね、本当にセブンが抜けないの、あの引っ張る場所がないんです。高回転で回す場所がない。だから時々はね、やっぱね、私高速とか走って、あのそんなぶっ飛ばすではないけどね、引っ張り気味で運転したりしてちょっと抜いてますとかはしますよ。そう、よかったら参考にしてください。マスちゃんセブンありがとう。ブレイズさん、バラ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 、ブレイズさんありがとうございます。ケイちゃん動し出したけどラグインか。あら、私具合悪いんやな、ごめん、なんでやろう。リュウちゃんいらっしゃい。そんな時はマスキングテープ貼り付けて固定しておくと落ちるよ。なるほど、賢い。そうやな、マスキングしとくといいかもやな、できるかもだね、確かに。キクリン、ダメル、ありがとう。そう、ユーラスちゃん、アイスクリームコーンありがとう。ナイさん、H3LED いっぱい出てきたよ。本当？なんかでもな、条件がいっぱいあるからちょっとメモって、ゆうきちゃん。めっちゃ条件あるよ。もう一回言っておさらいしてもいい？ゆうきちゃんね、 LED は刀みたいな形して、 USB みたいに下が細いでしょ。ほいで4800から6000ケルビン、12000ルーメン、55アンペア、あ、55ワット以下、12ボルトです。長さは短いです。全部がかなってないとダメなんで、も難しいと思います。めっちゃ理解できました、ありがとうございますありがとう、ごめんな。でもマスキングつけたらいいと思う、 DY さんね。マスキングつけ、みんなが言う、マスキングして止めとくといいんかもしれん。ただなんか一人でもできなくはないと思う。アキちゃんいつも一人でやっとるからね。だけど二人いたら便利だなって言ってましたよ。そう、シークレットちゃんこんばんは、お疲れ様。今日車検の話します。 RX7 いい車ですね、僕も乗りたい。ぜひエイジさん、ぜひ乗りましょう、一緒に。そう、乗りましょう。てっちゃんいらっしゃい。みなくんさんこんばんは、コメントありがとうございます。てっちゃんもこんばんは。そう、今日も赤にやってますね。赤い服いっぱい買ってたん、実は。それが車検から帰ってきたら全部届いてたんです。一気になんか6着ぐらい、6着持ったな、5着やな、5着赤い服が増えました。久しぶりに来ました、まさちゃんです。まさちゃんおかえり、車検から無事に帰ってきましたよ。久しぶりに来たな。3000人フォロワーさんありがとう。まさちゃんのりはありがとう。そう、エイジさんパンダありがとう。チームカラーダイヤさん、夜ご飯食べましたよ。そう、今日はサバの塩焼き。なおちゃんもこんばんは、いらっしゃい。てちゃん、昨日寝落ちして2分くらいで起きた。てちゃんも疲れとるな。テレサさん、数をこなせば少しは子もわかるようになるかもね。子？子？そうやな。子？子っていうのがあるんやって思った。今日も寝そう、寝よ寝よ、もうな、疲れてるから早寝て、寝落ちな、南條さんね。なんか来た、かっきん、俺かっこいいやろ、ありがとう。あきちゃん来た、バラ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 、あきちゃんいらっしゃいませ。そう、まさちゃんこんばんは、暑いんよ。よしよちゃん来た、寝不足なんよ、目が赤、なんか来た、愛してる、いただきました、ありがとう。目が赤が目に来る、あ、いらっしゃいよしおちゃん。めっちゃコメント読みやすいやろ。だから無地を買ってるんです、気にして、あのなるべく赤無地を買ってるんです。柄すると読みにくいって言われたから。そう、一応コメント対策、だってこの白い背景やとやっぱ読みにくいかなと思いました。よしおちゃん暑いな、大丈夫や、よしおちゃん薄くなりな、あの細くなるの難しい。かっきーん、俺かっこいいやろ、ありがとう。そう、たけちゃんマン FC 買いました、やった。なんかな、 FC 好きな人が言うん、 FC の方がイジって面白い車って言っていましたよ。ビリーいらっしゃい、丸いビリーいらっしゃい。そう、ほんと盗難に気をつけてください、ドラキーさんありがとうございます。気をつけますね。
ジャイアンこんばんは、いらっしゃい、暑いな、ジャイアンどう、元気、きょうちゃん愛してる、ありがとうございます。そう、おかえりなさい。大ちゃんさん、おつみおつみ、大ちゃん久しぶり、いらっしゃい。1900円昨日送ってた、ありがとう。ゆきちゃん、駅間に割れちゃったよ。あ、駅間に割れちゃった、なんで、ちょっと待って、私なんかさ隙間が取れとるな、ちょっと待ってよ。隙間が取れとる、隙間が取れとる、駅間に割れた。駅間にってど、駅間にって割れるの。大ちゃん、ジョシアちゃんいらっしゃい、こんばんは、しばらくですね。キョハルさんもいらっしゃいませ。そう、入力中さん、なんでセブンなんですか。一目ブラストポイントは形です。もう形です、外見ですね。形が本当に優れすぎてました。初めて見た時は形から好きになって、だけどなんか乗るとコーナリングがすごいなと思いましたね。もう全然違う、あのコーナリングが最強説って思いました。そう、ゆきちゃん737円、安すぎんかって思った。ゆきちゃん全然楽くない。かいちゃん送っときますね、ありがとう。ゆきちゃんずっと探してくれてて、どうもありがとう。そう、あきちゃんこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。ちょっと待って、コメントむっちゃたまってたな。運転すんで聞きせんなります。ダハちゃんお疲れさん、運転気をつけて。ヨシキさんこんばんは、いらっしゃい。ちょっと待って、エイジさんありがとう、 TikTok ボトルいただきました。ちょっと待って、コメントが鬼ほどたまってたわ、ごめんな。ちょっとゆっくりいくわ。ダイちゃんなんで駅まれまれたん。旧型の GT カーだよって言ってる。そうなん、何が。質問です、 RX7 燃費っていくつですか。78ぐらいやと思います。ただなんか今回ものすごいエンジンをリフレッシュしたから、エンジンの前をリフレッシュしたんよ。エンジンの手前か。ありがとうきょうちゃん、てへぺろキャンディ。インマニとね、スロットルなんとかとね、インマニとの次のやつの3つを新しく、ね、掃除したんです。フィルター変えたりとかして、だからそれで変わったエンジンが、あとなんか火花の調整するのの線が切れたのをつないだ。そしたらさ、全然エンジンの動きが変わったんです。むっちゃ絶好調だから、今回でなんか燃費がまたちょっと変わるかもしれないです。マスさんチワチワいらっしゃい。クラちゃんこんばんは、そしておやすみなさい。挨拶だけや。クラちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう。挨拶だけでもたくさんの数ある中で言いに来てくれてどうもありがとう。クラちゃんおやすみ。FD はって言ってる。うん、大ちゃん FD だって言ってる。それよ、大ちゃん FD 仲良くさせてもらってるんです。アレックス7嬉しい、羨ましいです。とんでもない。いやでも7最高、ほんと最高。こんばんは、きょうちゃんいらっしゃい、こんばんは。たくさんギフトありがとうございます。おかぱんお疲れさん。私のさ、スペシャルイケてる車検の説明聞く。おかぱん笑うよ。てか一生懸命喋るけど言葉がないわ、相変わらずよ。なおちゃん、今日は通勤で青の FD、 赤のフェラリ、赤の Z34GTR に出会った。眼福 FD は毎朝出会う。もうええわ、なんかさ、イケメンに会うのと同じ感覚やね。目の保養やな、目の保養やな。もう朝から嬉しいわ。それいいな。そう、私全然見かけないんですよね。山丹さんこんばんは、コメントありがとうございます。フォローしました。車好きさんありがとうございます。よかったら仲良くしてください。フォローで応援が一番嬉しいです。ありがとうございます。山本さん車検終わったよ。もう聞いて、山本さんもう大変やった。あきちゃんが。本当に。何より二人でやると早い。間違いない。いやー、そうだと思います。整備って一人でやるより、二人でやる方がいいよ。ちょっと待って。もう本当に嫌だわ。あー。うわ、後ろにあるの RC。 そうです、あやさん、YD2 とドリパケです。よしきちゃんいらっしゃい、こんばんは。あのレブまで回すさん初見です、いらっしゃい。
あのよかったら仲良くしてください。7-7をベルサイドにしてオレンジと黒にしてくださいだって、いやーしないと思いますね、ごめんなさいね。そう、おにぎりエンジンって言ってる。うん、トッチ怖い夢見てる、大丈夫、ツボなったって聞いとくよ。そう、エイジさんキャップありがとう。検索中さん、セブン最近盗難あるんで気をつけてくださいよ。最近どころかずっとです、ありがとうございます、気をつけますね。コツわかるかも。そうやな、ちょっとチャレンジしたいみたいな。自分でさ、リトラクタブルのさ、なんかいじれるようになりたいと思いました。そう、3000人さんありがとうございます。キュアルさん、車の調子いいから自分の車エンジンマークついて車検断念した。それ O2 センサーってやつじゃないの、キュアルちゃん。O2 センサーのなんかヤバミザワじゃないの、なんか15,000円、19,800円、違うか、30,000円、なんかそこらへんよ確かね、相場かな、違うかな。エンジンマーク無茶ぶりやらん無茶ぶりらんやんって言ったら、よしおちゃん、もうよしおちゃんと喋りたいこといっぱいあるよ。まずな、セブンイレブン行ったらいいよ。あのさ、唐揚げ弁当とな、チキン南蛮弁当クリソツ説、これは私な、ストーリーにあげるか迷うんよな。めっちゃそっくりやで、よしおちゃん行ってみて。セブン、ご飯大盛りなんとかなんとかのチキン南蛮ってやつと、なんとかなんとか唐揚げって感じよ。めっちゃそっくりやから、本当に気になるようやったら動画撮ったから今から見せるね。でも気にならんかったら流してね、よしおちゃんね。そう、のりさん赤対策天才ありがとう。みんなのコメント見やすいならそれで嬉しいです。そう、ビリーフォローありがとうございます。フォローで応援が一番嬉しい、ありがとうございます。そう、南條さん氷ありがとう。本当やな、私もう全然こうかき氷食べてないですわ。よしおちゃんは扇風機ありがとうございます。ひろゆきさん、はじめまして、コメントありがとうございます。いただきました、いただいたコメントは必ずお返事させてもらってます。上から順番に表示されているものは全部読みますよ。アンチコメントにもお返事します。よかったら何でも気軽にコメントしてくださいね。カイトちゃん、なんで気まぎれ割れるの、ほんとそれみさわ。タッチあのツボなったって聞いとくよ。はい、タイミングミス。よしおちゃん、ゴミちゃんいらっしゃい、お久しぶり。ゴミちゃんおかえり。なんじゅさん氷ありがとうございます。赤のミニカーある後ろって言ってる。うん、そう、駅間にて割れるんだ。そう、お先に失礼します。あ、よしおちゃん寝ちゃった。あー、タイミング悪みざわ、ありがとう。おやすみ、よしおちゃん喋りたかった。トーマちゃん、昨日ぶり、昨日ありがとうございました。たくさんお話ありがとうございます。そう、ちょっと待って、やコメントがまたどっさりヤバミザワだわ。あ、岡本、駅間に割れるよ、特に肉厚が薄いやつね。あ、そうなんや。駅間にって何なんやろな。え、駅間にって私見たか、見たんかな。じゃあめっちゃ来ると思います、 URL。 あ、ありがとうございます。ゆきちゃん待ってますね。そう、ラグイ、あら、なんだろう、メガって言ってる。うん、やって、山本さん目の調子が悪い。ゆうちゃんこんばんは、いらっしゃい。清原さん、赤い服可愛いですね。赤好きです。そう、たくさん赤い服買いました。もうなんかもう気が狂ったみたいに赤ばっか買いました。そう、こんばんは、ランちゃんいらっしゃいませ。そう、あゆさん、整備で一番お金のかかったのはどこですか。エンジンの世界だと思います。エイジさんありがとう、ジージー。そう、タラちゃんいらっしゃい、こんばんは。お金貯めて FD 買います、ぜひ。私も死ぬほど貯めたよ、1年ね、チー吐く思いで仕事しました。もうよし、セブンにまた乗ろうって決めた時に1年かけてもう仕事しました。本当にお金貯めました、本気出して。それぐらいその時の自分は本当にあの褒めてやりたいです。タービン交換とかしないんですか、だって。タービン交換は多分したと思いますよ、エンジン乗せ替えた時にね、あのタービン交換しました。ゆうちゃん、僕のレガシーも古いのでいろいろガタが来始めてしまいました。うん、一緒やで、セブンやって古いよ。エイジさん、パンダじゃなかった、サッカーボールやったわ、ありがとう。エイジさん、たくさんコメントじゃないプレゼントありがとう。こんばんは、肉が素敵ですね。肉か、肉厚ってこと、山本さんありがとう。肉が素敵、ありがとう。ミティさんいらっしゃい。もう
煮詰まってる。かなり本当に。カズさん、こんばんは。ちゃんと熱中症感じて。今日は仕事早退しました。ああ、わかるわ。私な、実は2回ぐらいあきちゃんの整備工場で熱中症感じました。私気失ってたよ。なんか倒れてたんか寝てたんかの謎な感じで、起きたら頭ガンガン痛いんやんか。でも めまいはするし、もうなんか意識朦朧で、その日はずっと頭痛かったっていうのをやりました。なんか危ないな。そう、カズさん大丈夫そう。レンちゃんいらっしゃい、お疲れ様。車検の話します。ヘッドライト半目にしないんですか。いやしないと思います。ヘッドライト半目にして走って、なんか飛び石してヘッドライトのガラス割れたらすごく嫌なんです。ものすごいね、なんか希少価値の高いヘッドライトをつけてるんですよ。もう手に入らないと思ってるんだからね。すっごい気に入ってるヘッドライトだから、ずっとお目目はね閉じてね走ります。そう、タッチね、疲れすぎて夢見れてない。1週間のうち連続で3回福島県まで走りまくって寝不足でした。運転気をつけてよ、トッチ。疲れとるよ。声すごく素敵です。アメ車興味ありますか？あります。カマロが好きです。かっこいい。黒のカマロ。あれ最強だと思ってます。そう、チポレタさん、いつもありがとう。昨日も来てくれたの。今日も来てくれたね。ありがとう。カズおじさんいらっしゃいまして、はじめまして。コメントありがとうございます。私ちょっと思ったけどさ、みんなはじめましての人どっから来てくれてるんかなってちょっと考えたん、昨日。さ、もしかして YouTube から来てくれてる人もいるのかもしれないなと思いました。なんとなく。っていうのはなんか、私そんなはじめましてがたくさん来てくださるなんてことがあまりないんです。本当に。ありがとう。そう。FD かっこいいです、右足さん。ほんとそう思います、私もね。ありがとう。とっちみょんさん、とっちこんばんは。井上さん、昨夜話した黒のセブンが買い取りできなくなりました。盗難されたそうです。はぁ、どういうこと。なんで980万で買ってくださいね。どこに置いとったん。え、どこに置いとったんって思ったわ。昨日の今日の話でそうなるの？テルサさん怖い。ちょっと待って、めっちゃコメントはメンションで喋ってる。そう、勢いよくすらった。下誰やった、レンちゃん。おかえり。そう、ライト見つかりましたかね。まだです、トーマさん。でもゆっくり探します。明日早いんで、きょうちゃん。ありがとう。落ちます。ありがとう。たくさんギフトも嬉しいです。ありがとうございます。今日何時くらいまでライブしますか、ゆうがちゃん。あ、ゆうがちゃんいらっしゃい。さあ、と1時間ぐらいかな。だいたい12時で終わります。のりさん、はい。ゆきちゃん、お返事ありがとうございます。ひろきさん、とんでもないです。コメント、こちらこそありがとうございます。そう、ひろりん、久しぶり。私、芋食べたよ。紅天使、また。証拠りもなく。また買うわ。本当に。やばいな、うちら。走行距離なんぼですか、クラクラちゃん。13万5千です。そう。メルカリめっちゃありました。ありがとう、ゆきちゃん。ちょっと、待ってね。そう。カズおじさん。ライトのネジは見つかりましたか？見つかりました！大丈夫になりました！ありがとうございます。もう苦労しました。本当に知らない人がネジ買いに行くとあかんなと思いました。駅間にエキゾーストマニホールドエンジンからマフラー行くバイプだよ。それ私見たんかな？って思った。そう。エアロつけますか？エアロ？いや、つけないと思います、これ以上はね。そう、ドラ猫ちゃん、はじめましてですかね。初見です。コメントありがとうございます。ひろゆきさん、 FD も赤にしないんですか。しないと思います。車の赤はね、こだわりが強すぎるというか、コッシーさんぐらいの綺麗な赤がキープできるんだったらするかもしれないですけど、赤が好きすぎてね、なんかちょっとでも色がはげると嫌なんです。うち青空戦車の青空駐車なんで、
色が剥げるでしょう。で、赤がちょっとでも剥げるとね、もう嫌いでたまらないんです、その剥げた赤の色がね。だから真っ赤の綺麗な赤がキープできるならしたいと思いましたけど、あ、ダメだなと思いました。まだ黒でいくと思います。内山さん、マニュアルのセブンいつか乗りたいんよ。ぜひ乗りましょう。あの、楽しいと思います。よかったら一緒に走ってください。そう、静電気ちゃん、セブンの初めての出会いは何で始まりましたか？お兄ちゃんが運転してたんです。静電気ちゃん、あれ寝ます。エイジさん、おやすみ、ありがとう。静電気ちゃん、もうちょっといてくれる？そんな話しようかな。ミティさん、肉じゃなくて声が素敵ですね、だって。あ、そうなんや、肉じゃなかったちょっと待って私、肉が素敵ですねって太ったから言われてるんやと思ってた、私が。そういうことか。あ、に、なんか太って褒められたわと思ったけど、声か。ありがとう、ミティさん。肉褒めてくれたらありがとうねと思ったら違うやな。アホだわ。ヒロリン、バラ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 、ヒロリン、ありがとうございます。そう。明日は心臓の定期的検査なんでよく見てもらいます。あ、おぉ、カズさん。ご安全に、マジで。早め寝とき？そう、よ、早め寝といた方がいい。アッシュさん、コメントありがとうございます。もう少しで免許取れます。ライズ買うんです。素敵です、アッシュさん。ほんとさっきも、あの、なんかホームセンターのコメントもありがとうございますし、本当に助かりました。ライズ買うんや、楽しみやなって思いました。そう、ライズか。カマロ乗ってます、愛してます。あ、愛してます。私カマロ好きです、本当に。あ、そうなん、チポレタンカマロ乗っとんの？あ、全然気づかんかったよね。カマロ好きです。あの、なんかあんま詳しくないけどさ、いかついわ。あの、なんかさ、あの、なんかカマロのあのいかつい感じはね、もうね、セブンはね、グラマラスでね、可愛い、バランスがいい。カマロはね、なんか肉厚でいかついが好きです。愛してます。そう、コメントいっぱいありがとうございます。ゆっくり返事していきますね。のいさん、元気そうで何より。タラちゃん、いらっしゃい。タラちゃん、ケンちゃんかなって思いました。うんって言ってる、もちちゃん。もちさん、いらっしゃい。はじめまして、 FD 浦山です。かぼすけさん、ありがとう。そう、ごめんなさい、今日は寝るんで挨拶だけになります。トマちゃん、ありがとう、おやすみ。また喋ろう、ゆっくりね、いつでも、あの、来てください。たくさん、こんばんは、初見です。いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。RX7FD に乗っています。よかったら仲良くしてください。そう。ルンちゃん、お帰り。今日洗車した。私も今日しようと思った。5時半ぐらいに。けどなんか、ってせんかった。結構綺麗、セブンが。でもやっぱ洗いたいね。そう。猫さん、後ろの RC です。あの、ドリパケと YD2 です。どっちも横もです。そう、お客様が乗り逃げされたようです。え、乗り逃げ？鍵は？ファミマで鍵どうした？セブン鍵かけてなかったん？キーつけたままやったってこと？怖いんやけど。警察は？ってなった。南條さん、お星様、ありがとう。このサブスクのスタンプ、あの、みんな楽しんでくださいね。か、インプレッサもオートマチック保証で修理中。あ、そうなんですね、カズさん。どっちも休憩やな、って思いました。そう。アスくん、おはようございます。初見です。TikTok から飛んできました。よっしゃ！ TikTok からいらっしゃいませ。あの、TikTok からよう探してくださった。ありがとうございます。アスくんさん、あの、仲良くしてください。あの、いつも TikTok のライブ、TikTok から来ました。あ、TikTok からというのが YouTube と勘違いしたわ。いらっしゃいませ。あの、ライブはいつも毎晩だいたい10時から12時くらいでざっくりやってます。10時半くらいになったな、今日は。ごめんなさい。よかったら、あの、お気軽にコメントしてください。タラちゃん、今日は牧之原です。豊田まで行くのでこの辺りでお先に失礼します。わかった。牧之原ってどうやるな。牧之原がわからんわ。牧原は誰かわかるけど、牧之原がわからんな。豊田まで行く。豊田はわかる。豊田わかる。この辺りで運転気をつけて。ありがとう、本当にご安全によって言っとくね。ありがとう。今日も食べましたよ。あら、ヒロリン、私も買いに行くわ。
ずらー、うちらやばいな。もうなんで私が買いに行ったらまた買いに行きたくなるやろ、お互いに。やばいな。そう、皆さんありがとうございました。業務中なんでお先に失礼します。またの機会がございましたらよろしくお願いします。タラちゃんありがとう、運転気をつけてね。そう、適当ちゃん初見じゃないけど来てくれてありがとう。あのセブンの車検の話しようと思うけど、私の適当な説明、適当ちゃんはきっとわかると思います。台車は新型 BRZ です。いかついな台車。私あのセレナ生かしたセレナ送っときました。ゆうきちゃんたくさんありがとうございます。後でちょっと見させてもらいますね。今日はあのライトの話じゃない話で進めたいと思っています。ありがとうゆうきちゃん。そう、さくら大卒長さん、何が何だかわからない、お願いします。何が何だかわからない、ありがとうさくらさん。けいちゃんいらっしゃい。アルスさんはじめまして。赤色が好きなんですか。はい、赤が好きです。あのずっと好きです。なんかもう赤色がずっと好きです。でも車は黒です。そう、では皆さんまたです。うん、皆さんメルカリはツイッターでしか送れないのでツイッターに送りますね。わかりました、ゆきさんありがとうございます。そう、あ、なんか変な画面になった。なおちゃんぼちぼち寝ます、おやすみなさい。ちょっとなかなか本題に行けないな。コメント追いついたら話をしますね。19時のバラは焼き芋完売、食べれなかった。あかんって、焼き芋は午前中や。南條さんいいやつ食べな、全然違う。そう、午前中に買いに行ってくださいバロそうそうだったんですね。 FDI すごいですね。だってとんでもない、あのね、近所のお兄ちゃんが乗ってたセブンを譲っていただきました、特別にね。江崎さんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。エンジンかけたままでの盗難、影はついたまま。なんでそんなことしたん。もうでもわかるよ、わかるよ。ちょっとコンビニちょっと思うけど、乗っとる車がやばすぎる。だってセブンじゃんって思った。もうなんでそんなことしたやろな。でもおるん、かけっぱなしでね。私実はお友達がね、そのね、かけっぱなしの車、コンビニのかけん、クロンビニで鍵つけてエンジンかけっぱなしの車にね、追突されたんですよね。その私のお友達の軽自動車の車がね、こういう駐車場やったん。コンビニに対してさ、コンビニに対してさ、みんなこう止めてるやん。でここがね、こういうこう並びの駐車場のここにね、一台ね、輪止めもないのにね、こう輪止めあります、こう輪止めありますみたいな、タイヤブロックがありますのここにね、一台こう止めてブーンってやってきて、ピュって止めたんだね。もうここは別駐車場じゃないん、こっちはこうこうわかる、こう車が止めてるから。で私の友達はこう止めてたん、ここに。そしたらね、ここにね、ここにブーンってこうはみ出て止まりに来たやつがね、エンジンかけっぱなしだったんですよ。鍵つけてはまあ施錠もせずにワンチャンありだったんやけど、ドライブに入ってた、サイド引かず。そしたらね、なんかドーンって鈍い音がしたんだって。でそのお友達はね、先に止めてて店内でいたん。そしたら外でドーンっていう鈍い音がして、みんながわーってなってガヤ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 なったん。だけど私の友達は何も気づいてないんよ。んでさ、お会計終わって自分の車に帰ろうと思ったらね、横から車が突き刺さってたんだって。だからドライブだったみたい。ゆっくり進んでドーンって入ったやな。それが友達が軽自動車やったやんか、横っ腹。それが前の車はなんかセダンかなんかやったらしい。ただ結構ね、なんかクリープ、あ、適当ちゃん、クリープやったっけ、クループやったっけ、また忘れたわ。それでなんかこう当たった割には結構横がブシャーと引っ込んでしまって、なんか直してもらったけど、しばらくね車がなかったですよ、自分の車がね。だからコンビニもちゃんとエンジン止めてさ、鍵閉めよう。みんなもそういう一人のそういう例を聞いたらね、あ、気をつけようって思うようにしましょうね。そう、辛いな。テルサさんどうなるの。ノーバディさん、初見で質問です。 FR が良くてか、ロータリーが良くてか、何が FD になる決め手があったでしょうか。スタイリッシュで、見た目です、見た目がいいと思いました。
あのかっこいいと思いました。別に FR に乗ってたから、とその時すでに、だから別に FR 車も好きだから何の抵抗もないですし、エンジンが違うっていうことも別にそんなに私は皆様ほどあの神経質にならずに、なんていうんかな、好きになった人の職業が 何なのかと同じで、別にどんな仕事してても一生懸命してたら別にどうでもいいじゃないけど、そう、それと一緒で別にロータリーでエンジンだろうがレシプロエンジンだろうがっていう感じですね。ロータリーが好きだから、例えばそうだな、税理士さんとかすごい職種、お医者さんとかだから好きになったとかじゃない、あの最初外見やな。だけど乗ったらね、乗ったらコーナリングがすごいなと思いました。え、もうこんなで曲がれるのっていう感じで、コーナリングがすごく強いなと思いました。そう、好きです。そう、俺のスマホが悪いんやな、画面止まったままや。ケイちゃんどうした、ストレージいっぱいじゃないかなって思ったや。ケイちゃんあと熱くなってないかなって思うけど、どう、ケイちゃん。この間ユーザー車検行ってきました、サムライちゃん。私な、アルファードのユーザー車検行くつもりしてたけど、やめました。ちょっと事情で。ユーザー車検予定してた時に行けなくなっちゃった。だからね、アルファードあんだけ張り切ってね、もう予習も完璧やったのにね。結局ユーザー車検が断念しました。めっちゃショック。楽しみしてたんやけど、ともみちゃんにもごめんなさいしたん。そう、そういう感じです。うちのバラです。江崎さん、ありがとうございます。そう。わかりました、ゆっくり見てください。ありがとうゆきちゃん。そう、アルさん赤色いいですよね。 FD を黒にした理由は何かあるんですか。あ、ご縁があった。 FD が黒だったからです。黒にしたとかっていう風にね、アルスちゃん、もうねセブンの色をねそんなして選んでないんです。私ご縁があったのが黒やった。本当は白乗りたかったけど、黒がご縁がありました。でも好きですよ。そう、途中からすいません。くーちゃんいらっしゃい、こんばんは。途中も全然 OK です。あの録画をしてます。途中から来た方、途中から寝た方は録画、また YouTube にちょっと昨日のからまた上げ始めてましたんで、録画気になる方は YouTube 見てください。何歳ですか。87歳です。ありがとう。カズさん、皆さん、ぬーちゃん、おやすみなさい。おやすみ。カズさん、ほんと体気をつけてくださいね。ゆっくり休んでくださいね。ありがとう。けいちゃんもおかえり。よしみちゃん、こんばんは。車検の話したい。コメント追いついたら車検の話しますね。サイドブレーキかけてないな。そう、かけてなかったです。事故目撃、今日もセブン乗り。風色さん、なんか他人のふりして我が振り直せっていつも思うようにしてます。ほんと気をつけようね。ほんとあちこちみんな夏休みもあるからお出かけする人もいると思いますからね。よしゆきちゃん、ご挨拶に来ました。いらっしゃい。さまざまな考えの方に負けないでくださいね。ありがとうございます。よしゆきちゃん優しいな。ありがとう。いつもそうやって優しく心配してくれてありがとう。よしゆきちゃんおやすみ。そう、かずひろさん、人生はオーバードライブで。かしこまりました。クリープや、適当ちゃん。クリープだった。私クレープって言った。違うな、クループって言ったか。クリープでやってたか。私どっち言ったかいな。クリープやな。わかりました。逃げられなくてよかった。うん、なんかおっちゃんだったみたい。ほんでごめん言って、あの軽自動車の子誰っていう外で言ってたみたい。だけどさ、自分と思わないじゃん、その友達もさ。だからこの軽自動車の子誰って言って外で言ってたみたいで、自分が買い物して出たらなんか大騒ぎになってたからびっくりしたって言ってましたけど、ぐしゃーって突き刺さってたって言ってました。そう、チフォルタンさん、キュンありがとう。クリープはコーヒー。ほんとやな。クレープか。ちゃちゃちゃ。え？クリープか。クリープはコーヒー。あれ？え？クリープじゃないの？あ、クリープはコーヒーか。え？ほんとは何？ほんとは何？コンビニでエンジンかけて止めてる車いるよね。前に友達の車エンジンかけたまま止めていたので、いたずらで場所を移動したことあります。いやもうほんとにさ、ちょっとって思うけど、ちゃんとした方がいいなって思いました。その友達の事故を聞いて思いました。ドライブのママってこれだからオートマ困るよね。だって土地、そうやな、パーキングにしたと思うよな。思っただろうなって。ちょい乗りやからなって思った。ちょっとって思ったんでしょうね。あー、細川さん
さん久しぶり、こんばんは、ご無沙汰です。めっちゃご無沙汰、変わりないですか、ありがとう。そう、俺のもぐるぐるなってるよ。私今日ラグインかな。でもね、一応ここ緑色なんですよ。クリープ現象とクリープのミルク2種類あるよ。わかった、ありがとう。葵ちゃん、シャワーのヘッドどうなった。買ってきました。葵ちゃん買ってきたよ、ヘッド。なんか手元のボタンで開け閉めできるようなやつの、いいやつを買ってきました。治りました、ありがとうございます。そう、私これで間に合ったんかな。確かにセブンは曲がるとき危なっかしいくらい曲がる。危なっかしくはないかな、私の印象は。なんかグリップ力がすごいなと思いましたね。あのセブンで慣れてしまうと、他の車で曲がると大回りになったり、全然横転しそうで怖くて曲がれないですけど、セブンはキュッとタイトに曲がりますね、コーナリングがね。危なっかしいとは思わないですね、私はね。そう、Wi-Fi 消したら治った。ゆきちゃんありがとう。Wi-Fi 繋いでよ。そう、やっと戻ったようだって。私が変やんかな。そう、葵ちゃん心配してくれてありがとう。カマロ好きって言ってくれて嬉しいです。またライブ来ます。チバルタンさん、あ、だからキュンくれたんや。カマロ好きです。ありがとうございます。そう。追いついた、まさちゃん。ノーバディさん、いっぱいの中、一生懸命考えてのコメントありがとうです。なんか他のライブの方たちに比べて米が次々絶えないのが分かる気がします。とんでもないです、全然全然ですよ、私こそです。なんかコメントを打つっていうのはね、私が喋ったりするとかよりもね、全然大変です。あの時間がかかるしね、それをさ、文字いっぱい打ってくれてるコメントはありがとうです。だって打ってる間も私のライブを聞いてくれてるわけですから、本当にありがとうですよ。あの本当にありがとうです、嬉しいですよ。コメントがないとね、ライブは面白くないと思っていますよ。そう、シャワーヘッド、葵ちゃん治ったよ。そう、クリープ現象とクリープのミルク覚えました。クリープとミルクで覚えるね、適当ちゃん。そう、追いついた。いつもなるので Wi-Fi 消してみます、ありがとう。ちょっと待って、ですよね、好きに理由はないですね、リアルです。うん、なんかでもね、なんかでもかっこいいなって思います。いつまで経っても今でも思い出す形が、どんなね新車がね、新車が発表されてもね、いやセブンの方がかっこいいなって思います。本当に本当に嘘じゃなくて、あのどなんかフェラーリとかなんかランボルギーニとかもすごいなって思うけど、ここにねフェラーリおるんよ、ここに1台だけ。こんなんとかすごいなって思うけどね、セブンの方が全然かっこいいと思うんです。ほんとごめんね、でも全然ブレない。その見た目っていうか形のバランスが最高に美しいなって思ったのがスタートで、未だにそれはブレないですね。もっとここがこういう形だったらいいのにって1ミリも思わないんです、こんだけたくさんの車がその後に生まれてるのにね。だからね、鉄板なんだと思います、本当にね、美しいと思っています。酒の話聞きたい、ゆきちゃんありがとう。お疲れ様、やすばさんフォローありがとうございます、お疲れ様です。そう、ひろりんおやすみなさ い、あの本当にまた喋ろう、ゆっくりね。よもやサイダーさん久しぶり、いらっしゃい、お帰りなさい。使い放題しててよかった、だってわかった、ゆきちゃん。ああ S663 フォローありがとうございます、フォローで応援が一番嬉しい、ありがとうございます。適当ちゃんコミュ障だから打つ方が楽、ほんまそうは思わん、いつもこう適当ちゃんはいつもいっぱい私と喋ってくださってるから本当に助かってますよ。最近アンチコメント増えたんかな。いいえ、私があえて拾ってるだけですわ、そんな増えたとは思っていませんよ。あの拾ってるから増えたように思うだけで、こう表に出てるみたいな雰囲気であんまり変わらないです。あのまさちゃんは知ってると思います、別に増えた印象はないかな。あの私よりまさちゃんの方がね、あの丁寧に返事してくださってるからね。そう、夏のレクサスもぐいぐいカーブ行けるので首都高を走るのが楽しいです。だってそうなんですね、くーちゃんレクサスもうかっこいいな。確かに、ルハちゃんチームナリーありがとう。あら、運転しとるんじゃない、ルハちゃん。そうです、アルファード新型2023年の5月に出るらしいです。あ、そうなんですね、楽しみですね。そう、
あきちゃんセブンありがとう。まさちゃんチームのりありがとう。しげちゃん久しぶりおかえり。なんじょさんもセブンありがとう。ごめん来たばかりでお休み。細子さんとんでもない。またよかったらゆっくり話してください。ありがとうございます。ソーリーマシンガーさんこんばんは。よもやさんそれならよかった。 いえアンチが増えることぐらいぐらいというかもうずっといますからね。あのセブンに乗ってでも乗ってなくてもです。それはもうずっとそうですから、あのセブンに乗ってでもちょ SNS に上げてでも上げてなくてもアンチはいるんです。だからね別に増えたとか減ったじゃなくて常にいます。こういう車に乗ってるとあのガソリンスタンドの店員さんすら私のことディスりますからね。軽自動車乗んなさいといきなり怒るからね。あのお支払いが終わってカード返してもらうときにそんな車乗ってんと軽自動車乗りなさいってめっちゃ上から怒られる。私お客さんやでって思いますけど、そう思いました。大丈夫です。ヒカルさんこんばんは。コメントありがとうございます。フォロワー400人超えました。ソーリちゃんよかったね。ありがとう。達也さんもこんばんは。今日は車検の話します。コメント追いついた。よっしゃ今日はまあまあ1時間だな。えトリプル A ちゃんもこんばんは。マジですかしげちゃん。うん、すごいやろ。だからさ風当たりが強いですよ。そう思います。なんかお互いに何がその苦労話とかねしんどい競争みたいなあんま好きじゃないです。私はね自分の不幸自慢みたいなの別に好きじゃない。私はこんだけしんどい思いをしてますよ、あなたよりしんどい思いしてますよみたいなことを言うのあんま好きじゃない。みんな嫌な思いする時もあるし嫌な思いしない時もあると思っています。ただなんか女の人がスポーツカーに乗るとみんなからしたらチヤホヤされてよかったですねなんて思うかもしれないけど結構風当たり強いですね。車検の話に転じ、うん、ゆうきちゃんちょっと車検の話から話をさせてください。上から言う点はあかんないよもやさん、そう切り取り線させてください。後ろの光かわいい、私の声に反応していますよ。トリプルAちゃんね、そうレイちゃんありがとう。レイちゃんの切り取り線が来たのでここで車検の話をしますんで個別のお返事のコメントのお返事はストップさせてもらいます。メンションでお互いに喋っていただけるのは自由にしてください。今日は車検の話の中でもね部門に分かれて話そうかなと思っています。せんなちゃんこんばんは。いらっしゃい。車検の話をします。個別のお返事ちょっとここで休憩しますね。分かりました。はい、ゆきさん適当ちゃんも切り出せ、あくちゃんも切り出せ、ありがとう。あのバッと喋りますわ。あのね車検の話っていうかやっぱりね普段あんまり自分が見れないところとかはやっぱ見れます。あの私初めてブレーキ分解したとこ見ましたわ。あのなんてセブンのねブレーキオイルを滑血に抜きました。なんか汚れてたわ、ブレーキオイルが黒かった。でトマちゃんおかえり、ね、目つむって聞いてて、そう寝落ちしてトマちゃん、そうしようおかえり、寂しくて戻ろうと思ってくれてありがとう。あの車検の話するから聞いてくださいね。あのブレーキを分解するの初めてっていうかこんなばらけてセブンのこういう機会がなかったです。あのブレーキってよう触らん、私は素人すぎて怖いです。なんか私が触っておかしくしたら私止まらないんですかってなるでしょ。なんかブレーキはよう触らんですわ。でブレーキオイルの交換前にねあきちゃんのところの工場にいたねなんかわからん忘れた車がやっとるのは見た、なんか何だったか忘れたけどブレーキオイルってこうなんやっていうのは学んだんです。なんかチューブでねなんかブレーキのね足4つあるでしょ、それのさなんかこう裏側にねチューブをポリンって差し込む、適当ちゃん多分笑ってると思うよ、ポリンと差し込む、そしてさそしたらねなんかねもう点滴チューブみたいな感じよ、そっからね古いブレーキオイルが抜けていくの。そうんでなんか古いオイルがどん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 抜けてってなんか新しいオイル押し出し式マシーンみたいな感じになるわけよ。新しいオイルをちょっと入れてこう古いオイルを抜き出す押し出す感じかな、それを足4つ全部するんです。てかもうなんかブレーキオイルを全員さよならモードって感じ。キャリパーマリオを見たわけね。そうほいでキャリパー、あそうそう、ほんならもうキャリパーについてる、キャリパーって聞いたらこれが出てこんくなったな。え？キャリパー？キャリパー周り？え？ちょっと待って、私何を赤く塗ったん？キャリパー？あ？
名指しされてる、わかるけども、そやな、できちゃう。ちょっと待って、私何を赤く塗った、キャリパー赤く塗ってない、私、あれディスクじゃん、ローター、はぁ、ローター、ローター周りか、ローターにキャリパーがおるやな。キャロットさん、いらっしゃい、ススって言ってくれてありがとう。これがキャリパーやな、これディスクやな。それディスクも外す、キャリパーもバラバラ。ほんでブレーキ、みんなの大好きブレーキパッド残りありますかって、私すごい言われるんです。ブレーキパッドの残ありますかってすごい言われるんですよ。ブレーキキャリパー塗ったん、私、まさちゃん。あ、そうなんや。ローター円盤か、そのもうな、もうポリンって言われると、1個言われるともう全部がわけわからなくなる。ほんでキャリパーか、適当ちゃん、私キャリパー赤く塗ったんやな。そうか、そうかもね。で、そのキャリパーを分解したらね、なんかさ、え、こんな感じなもんで止まってるんって感じな。Cさん、フォローありがとうございます。ほんでね、ちょっと個別のお返事、ちょっと休憩ね。ほんで、あのキャリパーがディスクを2枚挟んでる感じ。そう、ナバディちゃん、ありがとう。あの、またどこ、私全然あのね、あの、どこに住んでるか非公開ですけど、あの、びっくりするぐらい全国各地に出没しますよ。怖いぐらいに。なんで、あの、会うことないかもとか、あるかもとかいう話はね、ないと思いますね。あの、本当に今日も投稿したやつ、おいおい、近所やんけってルハちゃんなってたし、そう、だからどこでも出没する、マジびっくりしますよ。だから、あの、気をつけといてください。近所走りますんで。ありがとう。ナバディちゃん、よかったら仲良くしてください。おやすみなさい。てっちゃん、赤く塗ったのキャリパーじゃないの、黒く塗ったのがローター。わかった、てっちゃん、ブレーキキャリパーは耐熱の赤、ローターを耐熱マットのブラック塗りましたよ。あ、お疲れ、ありがとう、あきちゃん。ちょっと待って、個別のお返事とストップさせてもらいますね。ちょっとストップ、ありがとう、教えてくれてね。ほいで、塗るのにキャリ、大阪で、あの、塗るのに、ごめんな、個別のお返事ちょっとお休みさせてくださいね。ごめんね、せなちゃん、あの、挟んでるディスクの、ディスクを挟んでるブレーキ、キャリパーが持ってるブレーキパッドの表と裏みたいな感じのやつを、もう自分のセブンのブレーキパッドをまじまじとちゃんと見ましたわ。そしたらさ、結構分厚かった。私ね、あきちゃんがね、誰かのブレーキパッドを交換してるの見たことがあるんです。ブレーキパッドっていうのはどういうもんなんかなって思った。私のイメージはね、パッドっていうからね、なんとなくですけど、黒板消しの上みたいなイメージがあったん、わかる？こうやって黒板消し消すところのここみたいなイメージがあったん。なんかさ、ふわふわしてて、なんかちょっとなんて、ウレタンみたいな素材というか、そう、あの、キャリパーはカラー、ローターはブラックまたはシルバー、ブレーキ周りは耐熱塗料だと思うよ。ありがとう、テキトーちゃん。あの、なんていうかな、黒板消しみたいなイメージしてた。黒板消しと黒板消しで挟むみたいなイメージ、なんかふわふわした柔らかいもので、なんていうかな、パッドって聞いたらね、なんかね、柔らかいイメージがあったんです、私の中で。これダメ。なんか、おっぱいパッドみたいな感じで、あの、脇足パッドみたいな感じで、あの、なんていうかな、柔らかいと思ってたんです。ちょっとふわふわってして優しい。だからブレーキが優しくできるんから、みたいなイメージをしてたんです、パッド。そしたらな、パッドって言ってもね、あれはなんだ、硬い鉄の塊じゃないかと思いましたね、なんか。あーって思ったん。パッドってなんか、あれ硬いな。ほんで、しかも1センチぐらいの厚みがある、新品は。ほんで、パッドの交換の目安も、あきちゃんに教えてもらったんです。パッドの交換の目安はね、パッドにね、寄り添うね、黒板消しの持つとこみたいな部分があるんですよ。その黒板消しの持つところはね、ずっとパッドに寄り添ってるん。その黒板消しの、あの、持つとこの厚さがね、私の体感でね、あいつはね、5、6ミリあるんです。その黒板消しの持つとこみたいな位置づけのやつはね、パッドに寄り添ってるあいつはね、そいつの厚みよと、よりとパッドの厚みが同じぐらいになったら交換時期なんだって。あの1センチスタートでね、だからさ、半分ぐらいの厚みになったらもう交換なんでしょう。右と左が両方ね、だから右が変えて左変えないはないの、変えるときは両方変えるってことみたいで、さあ、もう、まさかの砥石みたいな、そう、テラちゃん、肩
いやん、パッドって硬いやん、削れてまうでって思ったん。どっちが喧嘩するって思った。ブレーキのローター、このほら、なんちゅうんだな、なんかディスク、ディスクをね、黒板消しみたいな柔らかいのでふわふわってか閉じてると思ってたのが、まさかの鉄の塊か鉄の塊を挟んでるんだ。それどっちか勝負したら負けるじゃないって思ったんです。しかもね、挟む方はね、2個なん、表と裏から挟むでしょ、硬いものが。そしたらディスクがね、今度ちびらかさんのかなって思ったんです、私。だっていうのはね、だこうね、錆びたりするでしょ、しばらく止まっとくと。だからパッドがね、挟んでね、錆をね、落としてくれるよとか言うじゃないですか。あんた錆を落とすはいいけど、やディスクも削っちゃらな、あらんやろねと思って、ディスクも一緒に削っとらせんやろねと思って、パッドとパッドの挟みすぎて。だから私ブレーキキュッて踏んだら、パッドがブレーキローターをブーって削っちゃおらんかとかいう心配がし始めましたよ。女性はパッドは布製をイメージするかもしれないね。うん、もともとサイドが削られてるのがあるけど、それがなくなったら変える、サイドがなくなったら変えてる、半分くらい、うん、パッと交換できるとブレーキ踏むとキーキー鳴り出すよ。そうなんや、音がするやつあるな、ブレーキキーキー言うたら交換なんや、ヨモちゃん。そうなんや、彼猫ちゃんいらっしゃい。ブレーキパッドの分解の整備の話で、あの個別の返事お休み中。こんばんは。昨日サブアカでしたが、本アカできました。ゆうたさん、あー、わかった、ゆうたさん、ありがとう、わかったわ。あー、わかった。サブアカの本アカは誰ですかと思ったけど、ゆうたさん、わかった。いつもコメントありがとうございます。そう。ローターも消耗品やで。あー、そっか。私でもローターまだいけるってアキちゃん言っとったから塗ったんです。多分ね。そう。んで、ヤスリで止めてるようなもんだからね、絶対石で止めてるようなもんだね。だからローターも買える消耗品。あ、そうなんや、優しいですね。欧州車の場合ディスク、パッド両方交換の車種がありますよ。あ、そうなんや、覚えてて嬉しい。そうなん、ゆうたちゃんめっちゃコメントくれてるやん。覚えてますよ、いつもありがとう。そうで、あ、ブレーキパッドって石なんやと思った。石と石で挟むんや、結構ガチな戦いしとるなって思ったのと、私の発見ね、発見はね、私さ、あのキャリパーを勘違いしてました。だいぶ、あのさ、私の憧れてた赤いキャリパーはね、あのね、前ブレーキのキャリパーでしたわ。後ろブレーキのキャリパーはね、あれはね、私の中で偽物よ。あきちゃんに言ったんやけど、なんかね、私の知ってるキャリ、かっこいいと思ってたキャリパーはね、こういうやつで真ん中に字が書いてあるの、なんとかって。その字のところはね、赤いままもあれば、字のところはマスキングうまいことしてさ、白文字でだったりとか黒文字とかが入ってたりするやつ、なんて書いとるかは忘れたけど、マツダじゃないわ、多分ね。なんかそういう高いメーカーがあるんでしょ。ダンちゃんいらっしゃい、あの、こんにちは。ブレーキキャリパーの話。んで、あ、ブレンボか。そうや、ブレンボって言ってたかもしれない。高いんでしょ、ブレンボって。その、文字が書いてある、あれのことをキャリパーと思ってたん。そしたらさ、ブレンボなんや、言うたじゃん。そう。んでな、ブレーキ?後ろのキャリパーはね、アキちゃんがさ、こうなってる部分とね、こうなってる部分とあるけど、どっちも赤にしますか?それとも、こっちだけ赤にしますか?どっちしますかとか言うから、何を言っとんのと思ったけど、キャリパーって前と後ろと違うんやな。私前のやつが4つついてると思ってた、同じやつが。だから、形が違うっていうこと初めて気づきましたよ。あんだけタイヤ交換してるのに。だからキャリパーが、ローター、私の前のキャリパーとローターはね、社長いらっしゃい、キャリパーブレーキの話してます。森くまちゃんも仕事終わって帰ってきたらやってた。よっしゃ、しゃべろう。私のめっちゃ上からさ、森くまさんにめっちゃ上からさ、適当ちゃんもそうやけどさ、上からさ、めっちゃ偉そうにな、ブレーキについてな、私の見解を述べてるの。私の見解のブレーキ語ります回です、これは。うちの911もブレーキパターンのまま、ケースが高いんで、キャッティオとかすんで、正常でよく聞きます。あ、そうなんや。聞いて言ってもいいんか。それでさ、で、ごめんな、個別のお返事ちょっと休憩中。あの、
キャリパーの形が違うの知らんかった。で後ろのキャリパーってさ、なんか粉地になってるこう上の部分も赤く塗りますかってアキちゃんに言われて、何言っとんのと思ったけど、なんか分からんけどとりあえず全部赤やなと思って、形もよう分からんのに、あーやりますって言って塗ってもらったんです。だから後ろは2個塗らなあかんのやなっていうことも学びました。キャリパー塗るって言ったらね。んで私の謎はね、なんで前のキャリパーと後ろのキャリパーの作りが違うんかがよく分からん。だけどブレーキパッドはね似てたよ。だから同じようなブレーキパッドで挟んでるのに、なんで形変えたのってすごい分からん。コスト削減って感じなんかなと思ってたら、なんか後ろはなんかあのねサイドブレーキがある兼ね合いなのですか。ブレーキの来すぎは交換だけどある程度は効いてる証拠。あそうなんや、適当ちゃん。ブレーキの音はいいんか。 F1 知ってます？あ F1 知ってるよ、私結構見に行ってた鈴鹿に毎年。制動力って言ってる。そうなん、猫ちゃん割合がちゃうから。あそういうことか、 FR だからか。ん違うか。キーホルダーいつもセブンに使ってますよ。あのさ、いろんな人に言われます。ちょボンドさんのキーホルダー使ってるわとか言ってもらってます。やばい、ボンドさん元気だよ。ボンドさん元気。あのねまたねボンドカフェにあのお茶しに行きますんで待っててくださいね。ボンドさん来るとかすごいでしょ。いやマジで本当にボンドさんとね仲良くさせてもらってるのはマジで神です。本当私ね今年の運はねこれですわ。あのねボンドさんとね仲良しなのってめっちゃ上から言っとくけどちょっとドキドキしとるわ。キーホルダーありがとうございます。とんでもないです。あのセブンの鍵に使ってますわ。もう命の次に大事なセブンの鍵はボンドさんのキーホルダー。そうピザ食べに来てください。行きます。またあのセブンでタクシーに、そう佐賀県に伺います。そう行くや、マジで行くよ本当に。待っててな、行くぞ。あのね昼間お茶して夜はバイク。そうまたボンドさんのあの絵も描きたい、ボンドアートもやりたいって思っています。いつも見てます。ダンちゃんありがとう。あのね車検通したんボンドさん、本セブン1週間ぐらい車検場に私いたんです。密着取材もう勉強になりました。そうフロントブレーキ重視の車なんだって。あそうなんや、めちゃ勉強になるわ。そうなんや、テンション爆上げだね。当たり前よ、好きな人が来たらやっぱ嬉しいわ。あのリスペクトなんですボンドさんは、本当にマジでリスペクトです。私のね元気の源です。車向いて走るからフロント、前向いて走るからフロント大きいよ。あそうなんですね。あでもなんか納得したかもね。なんかさブレーキの話してよかったかも。なんかめっちゃ勉強になる。なんかさ私ね原付で登校してたん高校の時にね。そしたらさ原付ってねなんでかわからんけど前ブレーキの方が柔らかくなるのが早いんです。早かったん、私右手で握ってたからなんかな。握力の問題ってこと、右手と左手の握力の問題で右手の方がねこうねこの握るがね柔らかくなる傾向があったんだけどね、左より右の方が私握ってたんかな、前だからってこと。それは関係ないの、前ブレーキの方がいっぱいちびるってこと。なあ面白いなブレーキ、ちょっと誰かこの返事してよ。おかぼんおる、おかぼん私の今の話はどういう感じ。夜はバイクいないって、本当やな、夜のバイク好き。そう夜のバイクは好き。今いる視聴者さん全員一緒に連れてきてください。もちろんだ、行くわ、もう連れてくわ。もうチーム九州おるか、まさちゃんおるわ。よっしゃ行こう。チーム九州じゃなくても行こう。佐賀県タクシー、タクシーだったよね。そう行こう。私トスジャンクション間違わずに曲がりますね。そうセブンっていつぐらいから乗り始めたか、かなり前せんなちゃんね。そうフロントとリアだとフロントの方が負担がかかるからだと思うよ。こういうことか、こうなるからか、なるほどね。そう会いたいけど東京、適当ちゃんボンドさんとこに絶対行った方がいいよ。そう酔っ払ってます、お疲れボンドさん飲んでるな。そう
ぜひ行ってみたいです。まさちゃん行こうや、めっちゃいいよボンドさんとこ、最高よ。こんばんは、久しぶりです、元気ですか。大ちゃんおかえり。ちょっと聞いて、ブレーキの話勉強したん。私ハンドル変えないですか。変えないです、純正のステアリングが気に入っています。後ろ聞きすぎたらふらつくやろ。あ、バイク、あ、ドリフトするってことか、バイクが。そうかもしれないな、確かに。自転車は右側がキャリパーと同じ仕組み、キャリパー左側はドラムブレーキ。もうテラちゃん難しいわ、ドラムブレーキっていうのが分からんな。どっちもディスクブレーキじゃない、なかったかな。キャリパー、ドラムブレーキ、ドラムってなんだろうな。キャリパーは分かったわ、ドラムってなんじゃ。ブレーキを踏めばフロントに荷重がかかるからね。うん、前は制動停止、後ろは車体のブレ防止。え、さくらさん分からん、バイクの話、これセブンの話。セブンも違うの、だからサイドがついてるってこと。それはフロントは止まるときに荷重かかるから、フロントブレーキが強い。あ、そうなんや、まさちゃんめっちゃ勉強になる。私同じと思ってた、4つ。ブレーキって4つ違うんや。はあって、慣性の法則的に前に力がかかるからフロントで止めきるって聞いたよ。あ、じゃあ前タイヤが元気じゃないわ、前ブレーキがすごいってことか。めっちゃ勉強になる。なるほど、ヨモちゃんもありがとう。なるほどね、ドラムブレーキ軽自動車の後輪によくついてるね。軽自動車の後輪よく見てないです、私。くそ、ドラムブレーキ。キャリパーっていうのはさ、ブレーキパッドとパッドでディスクを挟むっていう、こうキュッキュッって挟む仕組みがキャリパーでしょ。ドラムっていうのがちょっと理解してないですわ。フロント7割リア3割ぐらいの比重が普通。うわ、そんなに違うんや。だからフロントの形が違うってこと。フロントの方が活かしてる感じ、力をいっぱい使ってるってこと、フロントのキャリパーが。だから松田って書いたんかなっていう感じですか。バイクはブレーキかけるときにフロント7リア3。バイク難しいわ。そうね、リアをロックすると滑っていってしまうね。え、バイクって FR じゃなかったんかいな。RR か MR か。バイクって後ろが駆動してなかったっけかいなって思ったけどな、うん、ドラムはシューじゃない。ダンちゃん分からん、シューのダンちゃんなん、これか四角にさありって書いてなんて読むの。ダンちゃん、ダンちゃんじゃないな、なんて読んだらいいの。ありちゃんなん、あの漢字も読めん、ブレーキも分からんけど漢字も読めない。バイクも車も同じです。あ、そうなんや。トヨタの車ブレーキング前時、前のめりにならないように後ろのブレーキローター大きいのもありますよ。あ、こうならないように。森くまちゃん、ちょっと待って、物理が分からんすぎて難しい。そのために車検の際に制動力測るんよ。制動力？そんなんいつ測ったん？私セブンの車検さ、検査ライン通るの目の前で見てるのにさ、何やったか全然分かってない。セブンドラムじゃなくない？多分キャリパーです、後ろもね。車はブレーキペダル一つやから利きの比率が違う。あれどうやって分配しとんやろな。そう言われてみれば、前ブレーキと後ろブレーキって分配しんのに勝手に分配してくれるんですか。バイクも車もでも後ろだけブレーキかけると車体ふらつきます。だからサイド引くんでしょ、さくらさん。ドリフトするときプーンと。ドラムはパッドが平たくなくて湾曲、湾曲してて古いミニバンとかに多い。古いミニバン、ディスクローターの中、ディスクローターの中から
パッド当ててた。中からパッド？内側についとるってこと？外についてないってことかな？フロントでかいな普通。あ、そうなんや。私全部一緒と思ってたよ。ドラムブレーキ外から見たら銀色のディスク見えないよ。あ、そうなんや。タイヤはめるとき苦労しませんか？軽トラは前ディスク後ろドラムが多いよ。うわっ、軽トラめっちゃ言及しとけばよかった。アキちゃんとこにね、オンボロ軽トラあったんやんか言ってた。オンボロって言ってしまった、ごめんなさい。オンボロって言ってしまった。でも事実なんかね、黒ひげオンボロ軽トラっていうのがあって、黒ひげな、なんかこんぐらい黒いん、わかる？黒、あれ車種がわからんけどな。アキちゃんとこに軽トラ1台ね、台車のやつがあったんよ。でもね、行かれて壊れたの。壊れたけどまだいるんです。そいつ私結構乗りたいと思ってた。本当はね、私台車はね軽トラが良かった。でもそいつが壊れてたからね、私のね台車はねセレナになった。でも本当は軽トラの方が良かった。なんならミッションやったらなお結構あいつ乗りたかった。黒ひげの軽トラな、車種は知らんけどね、結構ねぼやきぐらい、こっからさ黒いんよ、軽トラの顔のね、ここが黒くてさ、しかもね、これ絶対適当じゃ笑うけどな、黒ひげだなと思ってたの、あきちゃんがバーナーで炙ったん。そんなんか試しに、なんかよくあるじゃん、樹脂をさツヤツヤにするのにさ、こうなんか樹脂ピカピカな液でね磨いてもまたそれが汗てくるじゃん。だけどバーナーで炙ると早いよってよくコメントも私言われたんですよね。それあきちゃんが興味持ってね、どっかで炙ってみようって思った時に、目の前毛の軽トラあったから、あいつ炙ったろうと思って、そいつのな、この黒いなヒゲの部分をねバーナーで炙ったんだって。そしたらすんごい黒い、めっちゃいいやんって感じ。本当にマジで黒光りしとってさ、すんご真っ黒になったんですよ。でもおかげでちょっとなんかね、黒ひげ大魔王みたいな軽トラになってしまって、と思ったけど、まあ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 、いいわいいわ。そいつ乗りたかったん。そう、そいつのブレーキ見ればよかったわ。カレー猫ちゃん、ゆたちゃん、ドライムブレーキは弱い力でも止められるけど熱が逃げにくいのでスポーツカーには使われてないかな。でもホイールに鉄粉がつかないからメリットあるかも。あー、そうなんですね。あ、そういう仕組みの違いがあるんや。スポーツカーだからそういう感じか。でもそれはあるかも。ゆうです。あ、ゆうって呼べばいいか。ゆうちゃんね、ありがとう。ごめん、ダンちゃんって呼んでた。ゆうちゃんだった、ごめんね。ありがとう。わからない時のが楽しい。うん、なんかこういうの知れるのが楽しい。車検の時勝手にタイヤ回されてブレーキ踏んでてなかった？いやさ、だからよ、それを私がやったわけじゃないからね。なんか手慣れた感じで検査員さんとアキちゃんが運転手さんやった。ほんでブーン、ファーンっていきなり鳴らすん。ちょっと待って、なんでそれファン鳴らした？新しく買いましたのアピールですかっていう感じなん。これなんて適当じゃん。どういう感じ？ブーンってさ、後輪が走っとるやん、なんかコロコロの前で、コロコロで走っとるやろ。そしたらファーンって鳴らしたん、クラクション。びっくりした、うおっってなったん見とる私も。なんで鳴らす？ファン新しくしたアピールですかって感じなん。あ、ファンがちゃんと鳴るかも、検査なの。いい音に変えたアピールしたん、あきちゃん。俺変えたぜみたいな、違うんかな。ほんでさ、うわっ鳴らしたと思ったけど、そん時ブレーキあきちゃん踏んだんか、知らん。セブンはフロント4点止め、リエ2点止めだよ。そうなんや。うん、ごめん、くしゃみ出た。そう、あ、そうなんだ。うーん、パッドは挟む、ドラムはシューが広がる。シュークリームってこと？シューが広がる。週が広がる。のりちゃん考えるな、感じろ。あ、そっちゃんありがとう。ほんまやな。ちょっと私考えたら無理だわ。おんぼろじゃって言った。あのな、率直すぎてごめん。絶対適当じゃん、笑ってる。そう。逆にドラムだとキャリパーにぶつか、ドラムだとキャリパーにぶつからないからホイールの種類選びやすいと思うよ。あ、そういうことか。キャリパーが邪魔なんや。なるほどな。ほうほう。てっちゃん、RR のポルシェと911とは前後キャリパーサイズ同じものもあるよ。あ、そうなんですね。ありがとう、てっちゃん。さすがやな。一緒があるんだ。なまりかわいい。あの、田舎者なんゆうちゃん。私、ごめんな。そのままよ。何を、なんか、ごめんなさいね。
よしおちゃん扇風機ありがとう。でっかい扇風機来たわ。ありがとう。ちょっとくしゃみ出たからか。あおいでくれてありがとう、よしおちゃん。そう。あれは鈴木のキャリー、あ、キャリーだっけ、青、黒ひげ大魔王がキャリーやったかいな。のりさん、セブンもサイドブレーキはドラム式？リアディスクの内側に止まる機械があるよ。あったかな。はあ、見てない。なんか私もっとブレーキのこと予習しといたら、ふむふむこれかってなったな。あき、あきちゃん言ってよって言ったか。ほんまやな、まさちゃん。え、全然そんな思い方、なんか黒い世界って感じ。そう、さとりさんフォローありがとうございます。フォローで応援が一番嬉しい、ありがとうございます。そう、バイクの場合ブレーキかけた時安定するために車体前後73の割合。そうなんですね、前が強いんや。さくらさん、バーナーで炙ると綺麗になるけど、要するに表面を溶かして凹凸を埋めてるだけだからムラになりやすくて、コーティング絶対ですね。あ、そうなんですね。いや、マジで黒ひげ大魔王でね、そのね、維持率がすごいんです。セブン結構まめにさ、あの樹脂をさ、黒くするような、なんかちょっと甘オール的なやつをね、ちょこちょこ塗ってもすぐ焦るんと思ったら、あいつはずっと黒ひげ大魔王な炙ったからね。くっそ、あいつの黒さにかなわん。うちのセブンってこっそりライバルなんやんか。あいつの樹脂のな、炙った黒とな、私のセブンのな、リップの黒をな、いつもね、私張り合っとんの。あいつの方が黒いん、いつもね、やるな。でもセブンを炙るのが怖い。そう、ドラムはある程度温まらんと効かんはずやでって言ってる。そうなんですね。なおきっちゃん、ブレーキの話してます。そう、ちょっと待って、社長来た？社長はいらっしゃい。まだ沖縄かな。クラクション鳴らしたのはスピードメーターの検査かな。そうなん、ゆうちゃん。新しく本変えてかっこいいでしょアピールよ。正解は一定の速度になった合図よ。あ、40キロで合図出すためにクラクション鳴らしたん。あ、そうなんや。あきちゃん言っといてよ。なんかクラクションアピールしとるわって思った。俺変えたって言ったんかと思った。クラクションの合図なんや。私やりたかったそれ。決まった車速に達したら本で合図。それ私やりたかった、柿の種ちゃん。クラクション検査ない、ゆきちゃん。本鳴らすのは車検の時スピードメーターが40キロになったら本鳴らす。おっ、まさちゃんやっぱ知ってるわ。ドラムブレーキは半月型のブレーキシュー。シュー、半月型のブレーキシューっていうのがよくわからん。シュー2枚や。シュー、ブレーキパッドじゃないの？鍋のようなものがかぶってます。中にブレーキシリンダーがあり、ブレーキシューを広げて止まります。シューってなんだろう。シューっていうことはなんか風船みたいなものかな。プーンはスピードメーター40キロになった時に確認する感じで鳴らします。まあドヤ顔でパーンって鳴らしたよ。アキちゃん、ちょ、俺40キロやって感じだった。バグーってなったもん。私セブンこんな大きいこと鳴らしたことないわってなったで。実は扇風機2回目。ありがとうちゃん、ごめん。扇風機なんか表示されてなかったん、エフェクトが。ありがとうよしおちゃん。あのブル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 、セブンのリーじゃないわ、扇風機よ。ありがとう。なんかホームセン行った時にさ、本気の扇風機私買いもせんのに見てたん。やばいな、もうやばい。なんか暑い時にさ、なんなん、あのホームセンター行ったら業務用のなんかどえらい強いでっかみざわな扇風機がさ、ボワーってなんかあの銀のひらひらみたいなのつけて、ボラーブル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 ってなってるやつ見るだけで、うわー、この暑い中扇風機買おうかなって思う。置くとこないのに。なんかやばいな、あの衝動買いの連続は。よしおちゃんもでっかい扇風機買った方がいいよ、冷やしな、その体を。暑い暑い言うから。そう、ディスクは挟む、ドラマ内から外にパッドみたいなやつが。わかった、やっぱり効果なんや。にぃかもしれない。真ん中がなんか広がるって感じか。ってことや。スピードメーターの検査の次の検査でタイヤがガガガって検査した。タイヤガガガ？私さ、全然見てない。
くしゃみは時速350キロ。あ、結構早いな。セブンより早いな、直樹ちゃん。ありがとう。私の馬力トルクアップしたかもしれん。あの、掃除した。あの、私もオーバーホールしたかな。ありがとう。はははは。直樹ちゃんうまいわ。リトラカバー戻さないといけなかったから、ふんふん、何の話や。今のパッドはアスベスト入ってないでしょ、ブレーキパッド。あ、そうなんです。アスベスト入ってたんよ、おもちゃん。お風呂前に、ちなみに海外では古い球場やコートなどの無垢のプラスチックの椅子もバナで炙ってきれいにするよ。またね。ありがとう、お風呂。適当ちゃん、お風呂入ってきて、ゴシゴシ洗っておいで。ありがとう、適当ちゃん。なるほどな。セブンも炙ってほしい、ちょっとだけ。夜のバイクは都会ならいいけど、田舎はライト純正だと暗すぎて走りにくい。大きい歌歌いながら走ったらいいよ。これ、いらん、この情報土地。私、真っ暗のとこな、原付でお家に帰るとき結構暗かったん、山道を。怖かったからね。もう原付でさ、大きい歌歌いながら走ってたん。これ、期間あれ、これ私だけ土地また私だけの話。大きい声で歌って帰ったらな、あの、さ、ライト暗いぐらい、どうもないで。大丈夫や。ここのライブ、僕も勉強になる。うん、ゆうたちゃんもたくさん教えてくださってます。ありがとう。てっちゃん、陸運局だとハイブーミーにしなかったっけ。前から見てない。後ろから見てた。したんかな。ブレーキシューバー。あ、違う違う。なんかね。ヘッドライトとハイビームの足し算をしてましたよ。あきちゃんが。忘れた。そう、ブレーキシューは板を半月に折り曲げたやつ。半月が板を半月、意味がわからん。うん、なんか寝れなくてまた来ました。エイジさん、おかえり。お目目つむって聞いてて。適当ちゃん、気になってって言ってる。これか。見て、アキちゃんからなんか来た。これ?これが週ってこと?これが半月ってこと?みんなの言っとる。うわぁ、なんか私あんま好きじゃないかもね。これのどこを赤く塗るんですか?って思った。私の方がイケてるわ。私の方がイケてるんだよ。セブンの方がさ、あ、ちょっと待ってよ。アソちゃん、ちょっと待って。アソちゃん、リクエスト来てるわ。ちょっと待ってな。アソちゃん?そう。ちょっと待ってな。前にシャメでドラムブレーキの分解した写真送った気がする。ドラムブレーキ。シューはライニングって言うよ。ライニング、作業場用の扇風機な。あ、ヨシオちゃん、そんぐらいがいいよ。もうな、ヨシオちゃんが分厚いか、扇風機が勝つかみたいなさ、戦いしてみて。扇風機本気出すから、ヨシオちゃんそこでこうしてて。どっちがさ、せめぎ合いやな。なんか扇風機は壁に向かって頑張るよって感じ。ヨシオちゃんは風がついても動かないって感じの、お互いのさ、せめぎ合い。ヨシオちゃん、時々裏っ返しな。後ろも炙った方がいい。炙るじゃないな、冷やした方がいいで。よしおちゃん、こう表と裏が結構分厚いから、よしおちゃん側と裏のよしお側をこう両方ね、こう扇風機でぷわーっとこう、業務用のマジのデカミザーのやつ、あのオレンジの羽みたいな感じのやつで、よしおを冷やすって感じ。あの、炙りよしおじゃなくて逆よ、冷やしよしおって感じに。それあのな、みんなよしおちゃんに会ったことないからな、何の話してると思うかしら。よしおちゃんって私のさ、私がこれぐらいだったら、よしおちゃんこの画面ぐらい四角くでかいん。本当に。だから、こういう感じよ。うわぁ、人ってこんなに四角いの?また言ってもった。壁みたいよ、よしおちゃん。熱いな。そう。よしおちゃんすごいね。そう、またコメントが渋滞してしまった。シューはライニングというよ。まいちゃん、ありがとう。そう、
作業用の扇風機。あれ、アスベストには気をつけてね。ありがとう、気をつけます。みっこちゃん久しぶり、こんばんは。そう、ブレーキシューはディスクブレーキでいうブレーキパッドです。あ、ってことはブレーキパッドは後ろにはついてないの？シューを交換するっていう感じなんや。夜に歌うと幽霊出るて。嘘こけ、てなちゃん、うととるやないか、いっぱい酒飲んで。クソ、違うぞ。怖いんや、真っ暗なところで暗い電気で走るんが。だからもう歌めっちゃ歌うん。そうしたら口の中に虫入るんやけど。あーって歌ってたら、あっ、あっ、なんか入ったこれあるあるじゃない、私だけ私ハンキャップやったからあかんな、帽子が。そう、くーちゃん少し長めのブレーキパッドを曲げたものがブレーキシューというイメージで思いますよ。なあ、どこを赤く塗るん、それやったら。くーちゃんは歌うって初めて聞いたかねえ猫ちゃんが初めてやった。歌歌わん、うん、バイクでめっちゃ寂しいからさ。だって住宅街でも何でもない、真っ暗なさ、暗い道走っとった田んぼでも何でもそうや、畑でも誰も聞いてないじゃん、別に大きい声で歌ったって。そしたらもう歌うよね。ただ口の中になんか入る、あ、なんか小バエみたいなのがペッペッペッってならん、カレー猫ちゃん。よし、歌って走ってみようかな。その前にゴムホースが切られたのか割れてるからパーツ待ちになってる。わかったで。もうゴムホースさっさと復帰して、途中でさっさと歌いなさいよ。大丈夫やで、田舎でも。楽しい楽しい、大丈夫。ちょっとぐらい暗い、なんかどうもないわ。そう、僕シルビアあるんですけど、ヘッドライト死にました。なんでや、レーシングちゃん。シルビアのヘッドライトなんて死ぬことないじゃん。そう、セブンはね、開かなくなったら終わる。でもシルビアはずっとオープンよ。僕もやる。ゆきちゃんも歌って。マジで元気出るよ。そっち雨降ってる？降ってない。全然。雨の音はしてないよ。そう。舞ちゃんに恋した男。ラリちゃん。ハロー。What's up, guys? My name is my 恋って言ってる。my 恋じゃないんだ。あんたの名前ラリちゃんじゃなかったかいなって思いました。散歩の時に音楽爆音でかけて。うん。私結構好きですよ。外側って言ってるよ、もちゃん。課題しながら見てます。よし、じゃあゆっくり見てください。そう、それ赤く塗るのはそれのカバーだよ。あ、これカバーがついてるんですか。でも今日さ、やっぱりセブンをさ、外から見てもね、キャリパー赤くなったセブン本当にかっこいいよ。後ろもやっぱり好き、チラ見せって感じで。ドラムブレーキ普段はカバーで隠れてるって言ってる、サイダーちゃん。そうなんや、カバー。なるほど、カバーを真っ赤く塗るって感じか。そしたらさ、ブレーキディスクの真ん中錆びてても大丈夫そうじゃないって思った。音楽かけれないのって言ってる。かけます。あー、今日はかけれん、パソコン壊れたん。そう、歌って走るって合唱さない。ミユナちゃんや、ミユナちゃんいらっしゃい、ハート来たわ。ミユナちゃん、みなちゃん久しぶり、元気？セブン車検してきたよ。そう、口の中にケイちゃんカブトムシ入ったことある。結構大きいよケイちゃん。あ、やばい、鼻出た。ケイちゃんカブトムシ口の中入った。相当な、どうすんの、でかい。歌ったら口に小バエ入るかも。だから不衛生にいかん、男が勝負しろ。私なんてハンキャップでか口にいっぱい入ったよ。お父ち逃げるな、本当に。そう、中ゆちゃんいらっしゃいませ。あのな、一人でバイクで夜暗い中走るの寂しい時は歌いましょうっていう話をしてました。みんなちゃんおかえり。髪型変えた？だって、うん、あんま変わらん。そう、でも赤が抜けたな、また赤く染めますわ。そう、ドラムの形状は小さい鍋みたい、小さい鍋みたい。ああ、ほんとや、ほんとや、
あ、これいいかもな。ドラムブレーキいいかもね。そう。自分自転車で走って蜂が入って大変な目に遭いました。あ、口に？トチやばいな。口開けすぎや。私もやけど。くーちゃん、ドラムに色を塗りつけることはあまりないですが、塗るとしたらホイール側のカバーを塗るといいと思いますよ。なるほど、カバーを塗るんやな、くーちゃん。なるほどね。私赤にする。セブンにドラムブレーキないけど赤にする。ちょっと待って、あった。おいしさです、元気です、よかった。みなちゃん、また喋ろう、喋ろうな。そう、喋りたいって思いました。ゆうたちゃん、明日テスト勉強しててコメントしてないけどライブを楽しく聞かせてもらってます。テスト頑張れ、やばい、テスト頑張れ。12時過ぎてるやん、もう終わるで。でんでんちゃん、初見です、2ヶ月前に FD 納車しました、よろしくお願いします。素敵、やばい、よかったら仲良くしてください。セブン乗り、そう、バイクの時はフルフェイスですよね。そう、そう思います。中井ちゃん、セブンかっこいいですよね。うん、大好きです、ほんと最高な車だと思っていますよ。今車ホワイトキス聞いてるようだって。あ、そうなんや。私は何聞いてるやろ、結構いろいろ聞いてますよ。めちゃくちゃ痛かったよっていうか、ケイちゃんな、カブトムシ口入ったらほーってなる。あー、はーって入ってほーってなる。もうなんか子供にあげ、子供たちにプレゼント、はい、カブトムシみたいな。ケイちゃん事件、車検通ってよかったね。みなちゃん本当に無事に車検が通ったし、あちこちなんかね、マジで本当に、うん、なんか良くなりました。かなりね、あのあちこち変わりましたよ。そう、あくびしてた、たち、あーん、ハチって感じ。ケイちゃんもかな、カブトムシって感じかな。これ口に入ったコンテストしたいな。私目からさ、なんかいっぱい虫が出てきたことありますわ。なんか目にいっぱい入ったみたい、コバエみたいなのが。あとでここからなんかもう虫の死骸がいっぱい出てきた。夜なかなか来れなくて、だってありがとう、みゆなちゃん。そう、まあ、チームナリー、まさちゃん、ルハちゃん、チームナリー、ありがとう。猫ちゃん、86はリアドラムブレーキだったと思った、あの黒いやつ。あ、スポーツカーでもリアドラムブレーキするんやなって思った。またぶつけちゃった。あら、みゆなちゃん大丈夫？どこで一人、お家、相手は。そう、自転車とバイク乗って歌うときはマスクしましょう。あ、ほんとやな、マスクするわ。そうやな、それいいな、ゆきちゃん。ゆうたちゃん、僕は90年代の J-POP 聞いてます。そうなんや、ゆうたちゃん、90年代ってやばいな。維持費年に何円くらいかかってるんですか、みきちゃん。そうですね、あのね、ガソリン代とか税金とか保険っていうのは固定でしょ、大体固定っていうか、ガソリンはまああちこち吸えばいっぱいかかるし、動かんかったらかからんけど、大体どういう乗り方にするかだよね。私はね、あのセブンはなんていうかな、メインの車じゃないというか、仕事で違う車をもう一台持ってるから、セブンに乗らない、でも自分が移動することは大いにあるんです。だからそのガソリン代はそんなになんですよね。そんなにか、いや今年結構出してるな。うん、でその固定費は別として、あとはあれだよね、車検とか維持メンテナンス費ですよね。なんかともちゃんはね、年間100万ぐらいかなって言ってたけど、納得です。だいたい年間100万ぐらいだと思いますよ。さあ、社長に綺麗直したところをまた壁にぶつけた。おうちの壁か、もうわかるわ。同じとこ吸ったやな、わかるよ。もう膝小僧でさ、吸って直ったとこまた膝小僧するときあるよな、わかるわ。だけど今度はでも自分でちょっとできるじゃない、立ち弁でちょっとやってごらんって思った。そういう機会かもね。ちょっと一回ワンチャンやってみるもありかもね。どうかな。免許更新もうすぐ。令和4年表記だから間違う。年間違う。去年慌てた慌てた。あれさ、西暦にしてほしいよね。直樹ちゃん。私、令和何年かいつもわからんよ。直樹ちゃん、あの、イケメンで映って。T
ていうとこは、あの女子はな、もうそんなことよりさ、一社目が可愛く映るかの方が大事なんです。そう、よっしゃ、そう、週末にやってみる。うん、みなちゃん上手にできると思います。多分大丈夫よ。ちょっとなんか DIY みたいな感じでチャレンジしよう。そしたらさ、なんかな、私もそうですけど、愛着湧くじゃないけどさ、もう強要はせんけど、ちょっとやってみてもいいかもね。大丈夫、また吸ったらまたのことよ。大丈夫や、やってみようって思いました。よっしゃ、じゃあ今日なんかブレーキの話めっちゃ勉強になった。ディスクブレーキとドラムブレーキを知った。それよりもテーブル直さないと。テーブルって何のテーブル、みなちゃん。何テーブル壊れた、ちゃぶ台ってこと。なんでちゃぶ台壊れた。そう、動画に載せた。あ、そうね、みなちゃん、わかったよ、ありがとう。ネイルできる女子の方がタチピアうまいと思う。確かに確かに、それは思いますね。テラちゃん、令和4年は平成34年だよ。無理やわ、もう私は昭和と平成の切り替えもね、あやふやなんです。タクちゃん18で7月に S15 納車しました。うん、やった、そう、よかったら一緒に走りましょう。モカチさんもこんばんは。 S15 もいいな。よっしゃ、じゃあ今日はモカチさんこんばんはって来てくれたら、すぐで申し訳ないけど12時が過ぎましたね。今日はこれで終わります。いや、まあ夜更かしするとみんなの 体調も良くないし、私に付き合わせてしまって寝不足は私すごく心配なんです。皆さん、あのお仕事があるでしょ、あの暑い中頑張ってる人がいるからね。そう思いました。くーちゃん、バラ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 、くーちゃん、下一桁が令和か。なるほど、30つければいいんか。はーて、そうなんや。まさちゃん、それ使います、私。そう、いろはちゃん、いいね、ありがとう。じゃあ今日はここで、あそちゃん、ちょっとなんかコラボリクエストしてくれてたのに、期待に応えられなくてごめんなさい。また喋りましょう。僕の ND ロードスター、令和の、今年の1月に納車したよ。あ、そうなんや、ルナさん。いいじゃない。そう、ロードスターもいいと思いますよ。RX7 リフレッシュしてますね。はい、かなり。またちょっとずつ動画に載せていきますんで、よかったら動画1日に何本もね、不定期に上げちゃいますけど、こいつ今日いくつ上げたいんやって、プロフィール欄開いてもらって、あの続きをどんどん遡ってもらえると嬉しいです。猫ちゃん、おやすみなさい。ルハちゃん、パー。テラちゃん、グー。始まった。よっしゃ、チョキ出しとこう。いや、テラちゃんに負けたくないから、やっぱりパーにしとく。よっしゃ、じゃあ、俺のジャンキー行くよ。テラちゃんに負けたくない、本気。あー、すごい、ゆきちゃん、すごい、花火ありがとう。わー、みんなで花火見れた。ありがとう。これもまた動画に使いますね。ありがとう、あきちゃん。じゃあ、俺のジャンキー行くよ。今日はブレーキの話。せーの。終わりのジャンケ。じゃんけん、パー。テラちゃんに負けたくないから、やっぱりパー。みなちゃん、おやすみ。ルアちゃん、たまや。ゆきちゃん、ありがとう。ありがとう。ゆうたちゃん、ありがとう。森くまさん、おやすみ。ひろゆきさん、こちらこそ。わー、やばい。みなちゃん、お花火ありがとう。これも使います。ありがとう。動画にあのギフト、大きいギフトくださった方、録画できてたら、あの動画の最後のセブンドリーで使わせていただきますね。ありがとうございます。モカチもありがとう。おやすみ。クーちゃんもありがとう。ルハちゃんありがとう。マサちゃんありがとう。クーちゃんもありがとうね。本当にありがとう。デルイサさん、今日も職質なしで合格。合格。おめでとう。もうなんかあいつ大丈夫だわってなったかもしれないな。キクリ、おやすみ。ありがとう。そう。ケイちゃんもまたね、おやすみなさい、グー。ありがとう、ケイちゃんがアホタダシで負けてくれた。モカチおやすみ、ルハちゃんおやすみ、トッチおやすみ、ナジョさんおやすみ、ナオキちゃん、オチカレーライス、ありがとう、ナオキちゃん、バイバイ。そう、またね、ミナちゃんもおやすみなさい。マサちゃん、あ、セブンナリー、ルハちゃんもチームナリー、林さん、ありがとう、アキちゃん、おじさまありがとうございます。はい、いっぱいやな。あ、違う、4本やったわ。ごめん、アクちゃん。はい、4本やったわ。じゃあ、終わりのじゃんけんも終わりましたんで、おやすみなさい。